はい、じゃあね、ここから記述の問題の解説をしていきたいんですけれども、問題44番ということですよね。問題44番ということで見ていきます。まずは行政法ということですよね。うん、でまあ、なかなかこの問題文皆さん見ていただくと分かるように、農地法っていう個別法が載ってますよね。ただ僕クラスでもよく言ってたけれども、農地法とか今までもね、いろんなその個別法が出てくる行政法の問題ってあったけれども、よく見てくださいと、その載ってるやつって別に難しい条文じゃないんですよということを言ってたと思うんですね。でまあパッパッと見てもらうと、農地の転用の制限と、農地のね転用の制限の条文なんだなっていうのがお分かりいただけるのかなと思います。でまあその農地法の4条の1項かな、ちょっと読みますね。農地法の4条1項、農地を、農地だよね、を農地以外のものにするものは都道府県知事の許可を受けなければならないって書いてあるんだよね。まあ皆さんライン入ってると思うけど、都道府県知事の許可だと言ってるんですよね。ですよね。そして2項のところで、まあ、全部は読みませんけれども、でその場合ね、その許可を受けようとするものは、その許可を受けようとするものは経由してくれと、農業委員会を経由してくれって言ってるわけ。だから行き着く先、結局どこに言わなきゃいけないかっていうと、都道府県知事なんですよ。そこで許可もらわなきゃいけないんですよ。ただそのまあ通過点っていうんですか、経由ってことだからね、そこのところで、農業委員会を経由するんですよと。でそれを通じて、こう分かる、こう申請するときにさ、それを通じて、農業委員会を通じて知事に許可を出すんだよって話になってるんだよね。ですよね。はい。でそれはいいんですけれども、今回ね、問題となって皆さんが何だろうと思ったと思うのがね、ちょっと問題文で言うとですね、まあ1234、まあ5行目ぐらいですかね、5行目ぐらいから鍵括弧ってところ、B 市内においては太陽光発電のための農地転用、まあ、太陽光発電みたいな感じで、その施設として利用したかったわけですよね。転用したかったわけですよね、農地をね。うん。でもそれについてはちょっと認められないんですよって言って、申請用紙の交付を拒否されたって、これ分かりますよね皆さん。申請用紙、ほら手書きの用紙ですよ、要するに手書きの用紙を、その要するに用紙をもらえなかったって言ってるわけだから、ちょっと変な話なんですけど、ここではまだ何も始まってないんだよ。だって用紙自体もらってないんだから。ですよね。でこの人ね、X さんね、やっぱ諦めなかったっていうか、よしなんつってさ、これインターネットでさ入手してるわけだよね。だよね。要するにプリントアウトとかして入手してるわけですよ。で申請書類を書いてるってことなんですよ。ですよね。そうですよね。でね、その後のところなんですけれども、ちょっと読んでみますよ。インターネットで入手して記入して、A 県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成して、添付書類もちゃんとつけたと、添付書類もちゃんとつけたんですよと言ってるわけですね。で、B 市農業委員会に郵送したと。 B 市農業委員会って何だい、もうちょっとさっき言っちゃったけどさ、そうなのそうなのそうなの、農地転用のためには知事の許可を得なきゃいけないんですよ。知事の許可、まあ別にホワイトボードに書くまでもないと思うんだけど、知事の許可、ここに知事がいるとしてね、知事の許可を得なきゃいけないわけで、 X さんここにいるわけ、 X さんここにいるわけ、あ X 映ってない、ごめん、 X さんはこのぐらいでいいか、 X さんここにいるわけだよね、 X さんここにいるわけ、知事がいるわけ。ただその時に農業委員会を経由して出してくれって話をしてるわけ。そうですよね。だからそこに書いてあるように、農業委員会のところに、郵送したんですよって言ってるわけ。 OK ですよね。これ申請書類を出したってことなんですよ。ですよね。ところが、こんなのは受理できませんよなんつってるわけですよね。なんつってるわけ。さあその時に X さんはどのようなことをしたいのかっていうんですけれども、皆さんこの問題、実は大事なのは X さんは何をしたいのかってことをまずつかまなきゃいけないよね。で、まあ、今までの話聞いてきて皆さんなんとなくわかると思うけど、 X さんは農地の転用をしたいんだよね。したいんですよね。だから許可が欲しいわけで、問題文にも書いてあるんですよ。問題文のね、まあ下から、2行目か、下から2行目です。この場合ってわかります？下から2行目、この場合ってとこ、農地転用許可を得るためってところ、そこポイントだよね。農地転用の許可を得るため、つまり許可が欲しいわけだから、農地転用の許可を得るために X はいかなる被告に対して、誰に対して、そしてどのような訴訟を提起すべきかというのを40字で書いてくださいって言ってるわけ。まあ記述の60問でも言ってきたし、まあ他のところでもお話したと思うんだけれども、最近このパターン多いよねと。つまり誰に対してどのような訴訟、つまり2つ聞いてるからちゃんと2つ書かなきゃいけないですよね。ですよね。はい。さてそうするとね、まあどうでしょうかと。まず皆さんね、
受け付けられてない、受理されてないっていうんだから、これ申請自体がなされてないんじゃないかなと思うところではあるんだよね。思うところではあるんですけれども、ちょっと条文見てみましょうか。6法あります。6法行政手続法ですね、行手ね、うん、はい、行手の7条ですね。7条見てもらったかな、うん、7条絶対皆さんの6法めっちゃ印入って線引いてるでしょ。今まで散々見たらすごい見てるでしょ、この条文は。ですよね。ちょっと言いますよ。行政庁は申請がその事務所に到達したときは遅滞なく申請の審査を開始しなければならないんですよって言ってるわけ。つまりどういうことかっていうと、まあこれ僕の講義でも再三言ったけれども、その受け付けますっていう、受理しますという受理概念自体がこれ否定されてるんですよ。ということなんですよ。ですからこれ申請が来た以上は申請に対する、審査とか応答義務を負っているってことになるわけなんですよ。うん。いやでもなんかあるじゃない、いやなんか記入漏れとかさ、添付書類漏れとかがあったんじゃないとか言ってるけど、さっきも問題文読んだけどさ、問題文読んだけどさ、ちゃんと添付書類もつけたって書いてあるよね。申請用紙に必要事項を記入してっていうから、これ記入漏れもないっていう体なんですよ。で添付書類もつけたって言ってるよね。そうだよね、必要事項を記入して、添付書類もつけたと、添付書類とともにって書いてあるよね。ですよね。だからちゃんと出してるわけ、申請してるわけ。ということで7条を読むと、これはちゃんと受け付けて、受け付けてじゃなくてごめんなさい、到達したんだから申請に対してのその、応答義務を負ってるわけなんですよ。つまりまああと簡単な話なんですよ。申請したのにね、うんともすんとも言ってこないっていう、まあいわゆるこれ何ですかって言ったら不作為じゃないですか。不作為ですよね。おかしいでしょってことなんですよ。ああそうかそうか、なるほど、分かった。不作為の違法確認訴訟かって思った人いると思うんだけど、別に間違ってる 100% 間違ってるわけじゃないんだけど、問題文もう一回見てもらうとね、さっき言った通り下から2行目ですか、この人何がしたいか、 X さん何がしたいかっていうと、農地転用の許可っていう処分が欲しいんですよ。いやおいおい、お前の不作為は違法だぞ、確認するぞって言ってもさ、それじゃなくてもう具体的に許可っていう処分が欲しいわけよ。まあもっと言いましょうか、許可っていう処分よこせって話をしてるわけですよ。ですよね。はい、そしたら何かってのは分かるよね。申請はもうあったっていう前提なんですよ。だから申請ありました、はい、それに対して何も言ってこないからよこせということを義務付ける、まさに申請型の義務付け訴訟だってことが分かりますよね。分かりますよね。はい、そしてあとは併合提供しなきゃいけないっていうのが、不作為の違法確認訴訟だよっていうのは、これはもういつもね、あのテキストなんかでも皆さんと一緒に見てきたところなので、その部分をまず書いてもらえればいいかなというふうになります。これが ② の方なんだね。だからね、要するに不作為の違法確認訴訟とその義務付け訴訟ですよね。農地の許可をよこせっていう、それについての、不作為の違法確認訴訟と、そして義務付け訴訟というのを併合提起するというのを書いてもらえればいいと思います。さてこれで終わりじゃなくて、もう一個は誰を被告としてってことですよね。誰を被告としてということなんですけれども、こちらの方は、これね、そうですね行政事件訴訟法でいうと、まあ、準用してるっていうところもあるんですけれども、11条のところになりますね。11条行政事件訴訟法ですね。はい、11条被告的格なんていうのがあるわけですよね。被告的格なんていうのが載ってるわけです。いいですかね。はい、で、この被告的格に関しては、実はちょっとごめんなさいね、条文飛び飛びで申し訳ないんだけれども、これは8条かな、38条ですね、うん、38条のところでこれは準用してますよという話になってくるわけ。被告的格についてね、11条が準用されてるよね。ですよね。はい、で今回見てもらうと、11条を見てもらうと、これはもう1項ですね。1項、要するにその行政庁が所属する国または公共団体に対して訴えてくれって話になるわけ。だから誰に対して訴えるかっていうと、今回は行政主体だから A 県ですよってことになるわけ。要するにほら、的を大きくしたみたいな話したの覚えてますよね。 A 県っていう的を大きくしたんですよっていうふうに言った話ですよね。A 県を被告として、まあ、今言ったように不作為の違法確認訴訟と、義務付け訴訟、まあ、この申請型の方のね、義務付け訴訟の併合提起をするということが書けてれば OK ということになります。でこれに関してはね、実はもうあのほら林講師の添削50通ありますよって話したじゃないですか。でもうすでにね、もうこの時点で、今収録してる時点でもう20通30通ぐらい来てるのかな。で今皆さんの回答があるんですけれども、あのね、
これを見るとね、そうですね、不作為評価認訴訟と義務付けの併合提起ってかけてる人は、まあ、結構いらっしゃるのかな。そうですね、結構いらっしゃるんだけど、あの被告についてね、 A 県知事に対してとかね、 B 市の農業委員会に対してとかって書いてる人が、結構多いんですよね。あのもちろん A 県を被告としてって書かれてる方も非常に多いです。そうね、今ここにあるのが、手元にあるのが18通一応あるんだけど、A 県を被告としてってちゃんと書けてる人は、1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、8人だね。18通中8人と、まあ、半分ぐらいかなっていうことになってます。であとは併合提起のところっていうのもしっかり書けてる人っていうのは、まあ、半分以上いるかな、うん、っていう感じなので、うん、これ両方書けてればいいかなと思います。で、これまあ採点としてはおそらく普通に考えれば丸1と丸2って聞いてるんで、あの併合定期の方はちゃんと書けたけど、ああ被告適格間違っちゃったっていう人も、これもどう考えたって部分点入りますからね、入りますからね。はい、そこのところは心配しなくていいのかなと思います。はい、じゃあ44番そのぐらいにしましょう。次は45番ですかね。民法ということですね。45と46はまあ手前味噌的な話になっちゃいますけれども、これアガルートの記述60問がガチッと的中したところだなということになります。はい、じゃあ見ていきましょう。45番ですね。これは絵を描いたんでしょうか。絵描いたかな。あ、絵描いたか。じゃあちょっと見ましょうか。これ消します。うん、45番の方は、あ、これ絵の方ですね。絵の方だからこっちか。これですね。これですよね。で、これどういう状況だったかっていうと、A さんが、画家なんだよね、この人はね。 A さんが画家ってことでいいよね。あ、そうですね、画家の A が B との売買契約をその500万でしたんだよね。500万だよということになったと。ところがこの B さんが成年非後見人だと、制限行為能力者であるということなんですよ。で、この保護者、成年後見人が C さんなんですよということを言ってるわけですよね。ああ、ちょっとなんか不安定だな。要するに不安定なんですよね。成年非後見人が相手だから不安定だなと。いわゆるその取り消しリスクとかさ、そういったものがあるなってことなんですよね。ってことなんですよ。ところがこれ、まあ渡りに船っていうと変かもしれないけど、この D さんっていうのがなんと600万で買いますよって話が出てきたわけ。で、この D さんは別にあの制限行為能力者でも何でもないわけですよ。 D さんはね、あ、そうかと。じゃあちょっとあの、要するにここのところをなんとかカチッとさせなきゃいけないなって話になるわけだよね。ですよね。はい、じゃあその時に何をすればいいんですかっていうのを聞かれているということになります。しかも結構ヒントがあってね、これ結構ヒントがあって、下から問題文のこれなんだろう、下から 1,2,3,4,5,6 行目かな、下から6行目、 A はあのアンダーラインが入ってるところかな、うん、誰に対して1ヶ月以上の期間を定めて、どのような催告をして、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。すごく親切な問題ですよね。3つ書いてねってこと言ってるわけですよね。ですよね。で、しかも A と D は制限行為能力者ではないっていうから、この人とこの人は、普通あの制限行為能力者じゃないということを言ってるわけです。ですよね。はい、さあそうするとどうするかというと、もうなんとなく方向性は見えたと思うんですけれども、つまりあの A さんからすればさ、 A さんからすればここがやっぱり少し不安定な部分があるわけじゃないですか、ね、だって成年非後見人なわけだからリスクがあるということですよね。だからここをなんとか処理した上で売るんだったらこっちに行きたいってことしてるんですよ。そうでしょ、そうでしょ。それをあとは書いてもらえればいいんですよということになります。うん、ということです。はい、それじゃあね、これまあ条文的にはどこを使えばいいのかなということなんですけれども、まあ20条ですね。条文で言うと20条、民法の。まあ端的に20条ということになります。まあ、もちろん制限行為能力者に関しての9条だったりとか取り消し権者だったりっていうのが9条120条なんてのあるんだけれども、まあ条文のど真ん中を言うんだったらやっぱり20条かなってことになります。でこれ何かというと、制限行為能力者の相手方、制限行為能力者の相手方の催告権、もう催告権って露骨に書いてあるよね、書いてありますよね。はい、でそれを書いていけば良いんですよってことになるわけです。でこれは回答例をちょっと写しますが、こんな感じですね。はい、これか。はい、C に対して本件契約を追認するかどうかを確当すべき旨の催告をし、取り消しの意思表示を受けるってことですね。
ですよね。ですよね。でこれねちょっと気をつけてほしいのは何かというと、C さんがその催告をしたときにその期間内に答えを発しなかったらどうなるかってことなんですよ。どうなるか、つまりこの C さんっていいよね、保護者の方だよね。 C さんは保護者だからこれだよね。この C さんに催告をするっていうのはいいんですけれども、いいんですけれども、この人が期間内に答えなかったらどうなるかっていうと、まあこれも20条のところに書いてあるところなんですけれども、期間内にどうなるかと言いますと、これ追認したものになっちゃうんですよ。追認したってことになっちゃうんですよね。ですよね、条文に書いてありますよね。ですよね、テキストでもやりましたよね、これね。でそうするとね、やっぱりね、この人はさ、この人はさ、こっち500万でしょ。そうだよね、500万だったよね。こっちの B のところは500万でいいんだよね。あ、そうだよね、500万でいいんだよね。500万じゃないですか。でこっち600万で買うって言ってるわけでしょ。でしょ。で気持ち的には当然こっちにできればって話は当然出てくるわけですよ。ですよね。で催告はしたのはいいんだけど、何とも言わないと、期間内に返答が来ないと、あ、じゃあ追認になりましたって言ったらさ、ちょっと A さんとしてはさ、あれって感じになっちゃうんだよね。あーって100万損したみたいな感じになっちゃうわけだから、その回答例にあるようにどういうことかというと、追認するかどうかを確当すべき旨の催告をして、取り消しの意思表示だよね、この部分ね。取り消しの意思表示を受けるってことが大事になってくるんだよってことになります。ここ。そう、なんでですかって言ったらさ、要するにさ、こっちの方はなしにしてほしいわけよ。はっきり言っちゃえば。ですよね。はい。そのところが欠けていれば OK かなということになります。ここですね。いいですね。はい、じゃあね、次は問題の46番の方に行きたいと思うんですけれども、これは贈与契約の話ですよね。さっきね、僕ね絵描いたんだけど、なんかもう疲れてんのかね、なんかこっち売り主こっち買い主なんて書いちゃったんだけど、違うね、売ったり買ったりしてるんだけど、贈与だね、失礼しました。なんかさっきまでホワイトボード映ってたの見たら、あれ売り主買い主ってなんだと思った人いるかもしれないけど、完全に僕がミスっただけです。すいません。ただであげるってやつだね、失礼しました。贈与者ね、贈与契約を結んだんだよということなんですが、これね、やっぱりポイントとしてどこがポイントになってくるかというと、2行目じゃないですかね。2行目、問題文の2行目。うん。贈与契約っていうのはいいんですけれども、口頭で訳したってことだよね。口頭で訳したってところポイントですよね。口頭で訳したんですよと。あ、つまり書面によらない贈与なんだよってことですね。これをまず気づけたかどうかですよね。書面によらない贈与なんですよということです。そしたらあとは何かというと、これテキストでもよくやってるところですが、条文で言うと550条かな、550ですね。ちょっと皆さんも一緒に見てもらっていいですか。550ですよね。はい、ここですね。はい、このね550条のところに、書いてあると思うんですけれども、何かと言いますと、これは書面によらない贈与ということで、書面によらない贈与は各当事者が撤回することができると。撤回ってやっぱりなしと。これ自動車でしたっけ、自動車、そうだね、こうだよね。これをもうごめんなさい、もう渡しませんということができるんですよってことなんです。でこれに気づけばまず一つ OK で、ただもう一つこの550条は正し書きがあって、履行が終わった部分についてはこの限りではないと。つまり履行が終わっちゃった場合は、ダメよと、ダメよということなんですよね。うん。ところがこれ問題文を見てもらえば分かるように、引き渡しについては何て書いてあるかっていうと、これ何行目だ、何行目かな、4行目かな、4行目、公の引き渡しを求めている B って言ってるわけでしょ。公の引き渡しを求めている B っていうから、これ引き渡しがまだなされてないんですよ、なされてないんですよ。ということは、これ履行がまだ終わっていないということになってますよね。わかりますよね。ですから、これは書面によらない贈与なんですよというのをまず書いていただいて、しかも履行が終わっていないと、引き渡してないから履行が終わっていないんですよと。だとしたら、撤回できるかどうかというと、撤回ができますよということを書いていただければ OK ということになります。OK ですね。OK ですね。はい、ということです。先ほど冒頭でも言いましたけれども、この45番と46番かな、これ記述の60問、アガルトの記述60問のところでも、がっちり出してたところだったので、皆さん割と書けたんじゃないかなというふうに思っております。はい、じゃあ、記述に関してはこのぐらいにしましょう。